はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。妖怪ウォッチプニプニの実況をしていきたいと思います。ということで、スコアアタックですね、レッドジェイをレッドジバニャン芝居でいきたいと思いますいかつい、本当にいかついさあ行きましょう。まあ言うてね、今回はダメっすね。指定されている種族が全然育っていないので、正直どうにもならんという状況ですね。まあしょうがないよね。一生あれかな、本当なんかもうスコアが伸びないんだったら頑張ってタイム玉を出すとかの練習でもしようかなって思うんだけど、まあ、出ないよね。タイム玉は出ないよね。結構あれは出んだけどね。なんか調子悪いな、普通の。これなんつったっけ、もうこれの名前が出てこない、これ陽気玉、そんな名前やったっけほんまに名前出てこない。なんとか玉なのは間違いないけど、これ終わった後でよかったかな。終わった後にやればもうちょっとよかったかもしれない。もうでも時間ないやん、読んだら時間ないわはい、すいませんでした。せめて50万いこう。50万はね。50万いこう。よし、レベル上がった、少し強くなるぞ。てか、言うてレベル50ですらないからね。そら弱いわって話なんですが。なんだっけ、マジで、玉の名前わかんなくなっちゃった。玉の名前なんだっけ玉の名前なんだっけ、マジでだな。お、木戸さん。木戸さん来たよ。ちょっと待って、すごい気になる。なんだっけ、本当に玉の名前忘れちゃった。ドアスレってやつ、ちょっと待って。作るやついるから、それだけ見さして。あ、ボーナス玉だ、ボーナス玉。ボーナス玉ね。はい、こんな感じでした。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイです。